しびろちゃんもすっごく参考になったよありがとうでもなんでずっと黙ってたのむちゃくちゃ怖かったよ私ついじっと見てこう気をうかがっちゃうんだよねそうなんだてっきり怒られてるのかと思ったよごめんね本当はもっと気軽におしゃべりしたいのあまり黙り込んでるとかわいくないしやっぱり怖いよひどー